ラップがちょうど60メートル地点で切れました。新しいのお願いします。油揚げは半分ずつ重なるように並べてください。油揚げは半分ずつ重なるように並べてください。お蕎麦は均等に並べてくださいね。あの山の部分がない。周りで見てる皆さん、そこちょっと違うじゃないですか。どうぞ。さあ皆さん、ここから薪の作業に入ります。スタッフに聞いてくださいね。最高です。初めて挑戦しました。今日はいい年になりそうです。今年はありがとうございます。たまたまですけど、大変楽しかったです。隣の人は全然知らないんですけど、こう協力し合ってできたのがすごく嬉しかったです。今度はギネスに挑戦で。美味しいかい？